今日も帰りがこんな時間になっちゃったよ。始発で会社に行って終電で帰る生活、土日だって出勤しなきゃだし、本当に嫌になっちゃうよ。ああって、うわあ、危ない、落ちるところだった。セーフ、よかったねお兄さん。びっくりして膵臓が止まりそうだったよ。それを言うなら心臓ですよ。ああね。ってあなた何してるんですか？おい、あなたじゃなくて俺はレオン。君の名は？大黒健太です。大黒天様だね、よろしく。いや、大黒なんですけど。というかレオンさん、自己紹介なんてしてる場合じゃないんですって。大黒天様、それは違うよ。人とのコミュニケーションで一番大切なのは自己紹介だもん。それはそうかもしれないですけど、レオンさん、なんで線路に立ってるんですか？電車来ちゃいますよ、危ないですって。おっちょんぶりけ。そうだ、俺線路にいたんだ。忘れてたんですか？おう、大黒天様が落ちそうって思ってとっさに下で受け止めようとして降りたんだ。俺のために？でもよかったよ、大黒天様が落ちなくて。それより早く上がってきてくださいよ。あ、電車来ちゃってますから。ほら早く。ね、ダメみたい。さっきから足動かそうとしてるんだけどね、痛くて動かないんだ。飛び降りた時に怪我を？おう、そうみたい。そんなことより大黒天様が無事でよかった。危ないから助けに来なくていいからね。おう、でも大黒天様に一つお願いがあるんだけど。俺さ、弟がいるの。弟の守に大好きだよって伝えて。あと、間違えて守のプッチンプリン食べちゃった、ごめんねって伝えて。あと、諦めないでください。あれ、なんで大黒天様来てるのさ。危ないから戻って。重い。ダメだよ、早く逃げて大黒天様。大黒天様が抜けたら福神漬けのみんなが悲しむよ。父福神ですよ。俺を助けようとしてくれた人を見捨てられるわけないじゃないですか。本当にダメだよ、ほら見て、電車来てるって。ダメだ、レオンさん思ったより重い。このままじゃ二人とも引かれちゃう。嫌だ、こんな仕事だけの人生で終わっちゃうなんて。でもダメだ。もう、大黒天様はなんで逃げないのさ。レオンさん、ここは天国だよ。ほら見て、守りに似た天使さんがいるでしょ。天使？そうか、俺たち死んじゃったんですね。違いますよ、あなたもお兄ちゃんも生きてます。天使さんも俺の弟だったの。そっか、守のお兄さんなんだね、だから似てるのか。兄ちゃん、なんでいつも俺が一番下になるのさ。というか、俺は本物の守だよ。おい、ということは守も死んじゃったの？もしかして俺が守のプッチンプリンを食べたショックで？違うよ、だからみんな生きてるの。というか、兄ちゃんが食べたんだね、俺のプッチンプリン。嘘、俺生きてるんですか？はい、ギリギリでしたけど、なんとか引っ張って助けることができたんです。ありがとうございます、あなたは命の恩人です。大黒天様も俺のこと助けようとしてくれたんだ。そうだったんですね。そうそう、大黒天様こそ命の凡人なんだよ。兄ちゃん、それだとただの悪口だから。ありがとうございます。大黒天様？大黒です。元はといえば、俺が線路に落ちそうになったのをレオンさんが助けてくれようとして落ちちゃったんです。だからお礼を言われるようなことはしてないんですよ。だとしても、大黒天様は自分の命を顧みず助けてくれたんだもん。やっぱり凡人だよ、凡人には恩返ししないとね。いや、だから兄ちゃん、恩人
ねえ、大黒天様、何か困ってることとかない？困ってること、営業の成績が悪いことくらいですかね。そのせいで部長に毎日怒鳴られ、こんな時間まで残されてますから。って終電に乗らないと。じゃあ。おお、大黒天様。俺は大黒天様じゃなくて大黒健太。ブラック上司の下で営業職として働いている。営業成績さえ出せばもっと扱いが良くなるんだけどさ、今の俺の成績じゃゴミ虫のような扱われ方だ。頑張らないとな。はい、おはよう。おはよう、おはよう。あ、部長、おはようございます。大黒か、お前、わしが帰った後一件くらいは契約取れたんだろうな。いや、すみません、取れなかったです。本当にどうしようもないな、お前は。人事もなんでこんなやつを採用してしまったんだ。申し訳ありません。そんなセリフ聞き飽きた。そんなことより大黒、昨日はちゃんと会社に泊まり込んで営業したんだろうな。そこまでやったけど結果が出なかったんだよな。いや、それは帰ってしまいました。なんだと？お前やる気がないのか？やる気がないならやめてしまえ。やる気はあります。それは本当か？はい。ならこれから毎日会社に泊まるよな。あ、いや、やる気がないって上にあげてもいいんだが。泊まります。そうか。ああ、そうした方がいいと思うぞ。大黒、言っておくが、わしが強制したわけじゃないからな。お前が泊まりたいと言うから泊まるんだ。はい。とりあえず今月中に最低1件は契約取れよ。さもないと、わかってるだろうな。わかってます。今月中に1件か。あと3日しかない。大学の同期に部長の話をすると、そんな会社さっさと辞めた方がいい。そう言ってくれるんだけど、就活で落ち続けてやっと拾ってもらった会社なんだよね。ここを辞めたら俺に再就職先なんてない。世の中から必要とされてないんだから、俺はこの会社にしがみつくしかないんだ。頑張ろう。血へどを吐いても泥をすすってでもこの会社にしがみつくんだ。そして2日後。おい大黒、明日がタイムリミットだな。今月一件も契約取れてないようだが、わかってるよな。あ、はい、わかってます。いい感触があった契約先が何件かあるので、きっと大丈夫です。ああ、そうかそうか、それはよかった。それが本当ならな。部長にはお見通しか。いい感触のあった契約先なんてゼロ。このままじゃ本当に辞めさせられちゃう。その日も俺は遅くまで粘ったが、一つも契約を取れなかった。ああ、これで明日クビだな。晴れて無職か。そして翌日、どうせ辞めさせられるんだからと、俺は退職願いを懐に忍ばせ、仕事をしていた。明日からどうしようか。あれ?パソコンの画面がおかしい。まずい、ウイルスに感染したのかも。もう完全におしまいだ。100% クビ。30分後。いや、だから。おい、お前なんてことしてくれたんだ。どこまでゴミなんだよ、大黒、お前は。部長、なんでしょうか。なんでしょうかじゃない。大口の取引先から契約を解除されたんだ。話を聞いたらお前が何かしたと言ってたぞ。契約を取ってこれないどころか、他のやつが取った契約を台無しにするなんて、どういうことだ。え、どことの契約が解除になったんですか。あの天下のうぐもりグループだ。お前のせいでうぐもりグループとのつながりはなくなったんだ。社長もおかんむりだぞ。首は免れない。損害賠償も請求されるだろうな。何してくれてんだこのポンコツが。いや、部長、その取引先うぐもりグループと今契約中なんですが。は？何をおかしなことを。ウェブ会議をしてるところなんです。ほら。え？社長の鵜久森レオンさんと副社長の守さんとつながってます。やっほー。こんにちは。
本当にうぐもりグループの社長と副社長？どうして、なぜ大黒なんかと。部長が驚くのも無理ないよね。俺もびっくりしてるもん。実はあの時ホームで出会った2人がうぐもりグループの経営者、うぐもり兄弟だったんだ。そして30分前、あれ、パソコンの画面がおかしい。まずい、ウイルスに感染したのかも。もう完全におしまいだ。 100% クビ。やっほー。うわー、兄ちゃん、それだと目しか映ってないから。近づきすぎだって。あなたたちはレオンさん、マモルさん、どうして俺のパソコンに。あのね、マモルが大黒天様のパソコンパッキングしてくれたの。兄ちゃん、パッキング、パッキングは荷物を作ることだから。なんでそんなことを。ごめんなさいね、本当は普通にお会いしたかったんですけど。兄ちゃん、この前ので両足を骨折したんです。それでそっちに伺えなかったのと、大黒さんの勤めてる会社聞くのを忘れてたんで、いろんな会社をハッキングして手当たり次第探してたんです。で、今日やっと見つかってウェブ会議をつないだんですよ。はあ、でも何のために。恩返しのためだよ。ほら、営業成績がどうたらって言ってたでしょ。だからうちと契約するのはどうかと思って。だけどうちと大黒さんの会社すでに契約はしてるみたいなんですよね。そこでうちの会社との契約を結び直すのはどうかって思ったんです。今よりいい条件で、つまり再契約ですね。いいんですか。もう大黒天様は変人だから。兄ちゃん、恩人ってことがあったんだ。再契約、今より好条件なら願ってもないです。ぜひお願いします。大黒、よくやったな。はい。それでどんな契約を。5億分の取引をさせていただけたらと。5億？今までは1000万円だったのに。わ、すごい。そのつもりだったんだけど、やっぱりやめた。どうしてですか。このポンコツが何か失礼なことを。もしそうだったら、こいつのことを今すぐやめさせますから。大黒天様のせいじゃないよ、君のせい。私のせい？おう、大黒天様はね、命の恩人なんだ。そんな大黒天様をこんな風に扱ってる会社とは契約しない。そんな。ねえ、大黒天様。はい。うちにおいでよ、そんなところじゃなくてさ。大黒さんなら大歓迎ですよ。いいんですか？俺なんかが。俺たちは君がいいんだよ。そうです、大黒さん。ぜひよろしくお願いします。レオンさん、マモルさん。何？大黒がうぐもりグループにヘッドハンティングだと。そんなバカな。いや待てよ、私もそちらに移ります。私は大黒なんかより何百倍も仕事ができますよね。いいでしょ。ああ、今すぐ退職届を社長さんに出してくるなら考えてもいいですけど。今すぐですね、わかりました。また部長と一緒に働くことになるのか。それは嫌だな。でも仕方ないか。数分後。レオンさん、マモルさん、出してきました。これで私もうぐもりグループの一員ですね。これからよろしくお願いします。うわー、やだよ。部長さん、なんか変な匂いするもん。変な匂い？画面越しにしませんって、そんな匂い。兄ちゃんは感じちゃうんですよね。悪人だと変な匂いを。またまたご冗談を。そんなことより私のことを雇ってくれますよね。いや、雇いませんよ。ちょっと待ってください、守さん。退職届を出せば入れてくれるって。俺、守るは退職届を出せば考えるって言ったんだよね。うぐもりグループに入れるなんて一言も言ってないよね。兄ちゃん、その通り。よく話を聞けました。そんな、退職届出しちゃったんですよ。そんなの知らないですよ。パワハラで人材を潰すような上司は
社会から消えればいいんだ。出た真っ黒守る。兄ちゃん、俺は黒くなんてないよ。でも今日のブリーフ黒でしょ。なんで知ってるのさ。その後部長はというと、退職を撤回させてくれと社長に泣きついたそうだが、そのままクビに。部長のことは社長もよく思ってなかったみたいで、退職については大喜びだったそう。部長のせいでうぐもりグループと契約が切れた損害は部長が払うことになり、今会社から損害賠償請求されてるとか。ちなみに俺への慰謝料も払うことになってるから、部長この先大変だろうな。今はどこにも採用されず再就職ができないみたいで、必死でアルバイトして慰謝料や損害賠償を払ってるみたい。守さんからそれを聞いたんだけど、また悪い顔してたな。守さんが何かしたのかも。ちなみに俺はというと。すごい大黒さん、また契約取れたんですね。さすが大黒天様だよ。大黒天様は財産や商売繁盛をもたらすんだもんね。いや、俺の能力じゃないですよ。うぐもりグループって肩書きがあって、うぐもりグループのノウハウを教えてもらったからです。いや違うよ、大黒天様の才能だよ。いや俺なんかは。兄ちゃんの言う通りですよ。大黒さんはあの上司のせいで萎縮してパフォーマンスを発揮できなかっただけです。現に同じように肩書きがあって、ノウハウを知ってるうぐもりグループの営業の中でも大黒さんはトップじゃないですか。え、俺トップなんですか。それも知らないぐらいがむしゃらに働いてくれてたんですね。こんな俺が。こんな俺がってやめようよ。大黒天様のことを必要としてる人、認めてくれてる人に失礼だよ。そうですね。大黒天様みたいにね、環境のせいでパフュームが出せない人はいっぱいいるんだよ。だから環境を変える決断をした大黒天様はすごいんだ。兄ちゃん、パフォーマンス。お、パフュームはポリエステルの人か。ポリリズムね。レオンさん、世の中にはね、大黒天様みたいにくすぶってる人、辛い思いしてる人がたくさんいると思う。俺たちと一緒にそんな人を助けていける社会を作っていこうよ。はい。こうして俺は二人に救われた。環境を変えるだけでこんなに変わることってあるんだな。自分がダメなんじゃなくて環境のせいかも。自分の体験談をもとに、少しでも俺みたいに苦しんでいる人たちを救っていけたらいいな。うん、なんで中卒だとダメなのかな。え、お姉さんも中卒。え、あなた誰。俺はレオン。お姉さんは。私はアキコ。ああ、和田ちゃんに。え、あの、だからアキコ。だから和田ちゃんでしょ。いやー、聞いてよ和田ちゃん、俺やっと中卒だって周りに言えるようになったんだよ。どういうこと。どういうことも何もさ、今まで中卒だって周りに言えなかったんだよね。はあ。いやー、でも中卒すると世界が変わるよね。世界ってこんなに色鮮やかだったんだって思うよ。大人の階段登る。これで俺も大人の仲間入りだな。この人は何の話をしてるの。ねえ、中卒仲間としてこれから仲良くしてよ。え？え、ダメ。中卒してから初めて会った中卒仲間だからさ。そうか、この人も中卒だということで悩んでたのか。やっと仲間を見つけて嬉しいんだろう。うん、わかった、仲良くしよう。やったー。じゃあさ、今日から和田ちゃんは中卒戦隊レオンレンジャーの一員ね。え？あ、あとでリネのグループリネに招待しとくからさ。って言ってもまだ俺しかいないけど。リネ？もしかして LINE？ あー、英語ではそういうらしいね。いや、日本語でも。あー、兄ちゃんいたいた。守る、すごいね。守は神出鬼没だ。やっぱり守は守エモン、どこでもドアでも持ってんじゃないの。兄ちゃん、守エモンはレオタ君が黙って勝手にどっかに行くから会社の人に怒られて大変なんです。あ、そうなの。それは悪いことしちゃったな。兄ちゃん、本当に思ってる？あ、陰霊子くらい
深く反省してる。兄ちゃん、それ世界一浅い湖ね。あっちょんぶりけ。とにかく兄ちゃん行くよ。え、もしかしてみんなさすまたから逃げ回りまくってる？それじゃあただの新車。兄ちゃん、腹渡が煮えくり返ってるね。そうかもしれないから行くよ。あー、めんどくせえ。行こっか。うん、和田ちゃん、またね。あきこね。じゃあまた。え、また迷惑かけてたの？ああ、中卒戦隊レオンレンジャーに入ってもらっただけ。兄ちゃん何それ。兄ちゃんが迷惑かけてごめんね。いや。じゃあまたね。うん、何だったんだろう。あ、私はあきこ、実家で妹の幸子と暮らす中卒だ。お父さんを早くに亡くし、家が貧しかったことから私は中学を卒業してすぐに働きに出た。妹の幸子は高校に行かせてあげたかったから、幸子の学費を稼ぐためでもあった。そして幸子のことはお母さんと協力してなんとか大学まで行かせてあげることができた。私も高校に行っていいよとお母さんには言われたけど、家のことを考えると私は行けなかった。そんな私たちを今まで育ててきてくれたお母さんは数年前に病気で他界してしまった。そんな私は今どうして今更中卒なことに悩んでいるかというと、今まで働いていた会社が倒産してしまい、就職活動をしてるんだが、中卒だと話すとどこでもいい顔をされない。困ったものだ。こんな風に毎日私はハローワークに通ったりしながら過ごしていた。そんなある日のこと、私が家に帰ると妹の幸子が彼氏を連れてきた。あれ、お姉ちゃんいたの？うん。あ、紹介するわね。彼氏のヒロ、イケメンでしょ。お姉さん、チース。はじめまして。いや、お姉ちゃんも早く彼氏作った方がいいよ。あー、でもやっぱり中卒だとなかなか難しいのかな。彼氏作るのも新しい仕事も決まんないんでしょう。え、お姉さん中卒なんすか？はい。やっぱ。あ、いや、なんでもないっす。でもなんで高校行かなかったんすか？それは、ん？なんでだっけ？あ、思い出した。お姉ちゃん勉強できないからだよね。だから行かなかったんだよ。へえ、マジか。そういう人も世の中いるんだな。違う。私の彼氏の前だからって見え張らなくていいよ、お姉ちゃん。もういいや、ちょっと出てくる。うん、わかった。あ、よかったら帰りにカルピス買ってきて。恩を感じてほしいわけではないけど、ああやって幸子はちょくちょく私を見下したような発言をしてくる。彼氏のヒロさんに会ったのは初めてだけど、ヒロさんも確実に私のことを見下してるよな。家に戻りたくないと思った私はしばらくフラフラすることに。するとたまたま通りかかった公園に、おお、和田ちゃん、ちょうどいいとこに。あ、レオンくん。今ちょうど和田ちゃんにリネしようとしてたんだよ。そうだったの。で、その子たちは誰？リはリンだよ。ウイス、スママはスママママママナウチ。私はメイ。師匠と神と先生。はい。俺は師匠のおかげで中卒できたんだ。そう。小学生のおかげで中学校を卒業したって何？でね、ここにいるみんな中卒なんだって。だから中卒戦隊レオンレンジャーに入ってもらおうと思うの。え、中卒？どう見ても小学生。なめるでない。スモモはとっくの通りに中卒。にもね、生まれてすぐに中卒したんだよ。私は最近。何この子たち。めちゃくちゃ頭が良くて飛び級で卒業したとか？まあ、飛び級で卒業したのは間違いないよね。俺がこの年まで卒業できてなかったのに、師匠たちはすでに卒業してる。さすがだよね。では、中卒戦隊スモモンジャーの会議を始める。早速乗っ取られてるけど。スモモ様は神だから。俺ごときじゃ逆らえない。そう。スモモはピンク、ニはレッド、メイはイエロー、ワダちゃんはバイオレット、レオンは黄土色。それぞれのカラーを大切にしてガンガン行こうぜ。うん、頑張ろう。頑張ろうね。よっしゃー。で、ワダちゃん、黄土色って何？茶色がかった黄色。なんだろうこれ。落ち込んでた気持ちがどっかに飛んでいってしまった。不思議すぎる。本当に何なのこれ。ところでさ、和田ちゃん元気なさそうだよね。
なんかあったの？いや、なんでもないよ。なあ。え？和田ちゃんは中小津戦隊スモモンジャーの一員。仲間の悩みはみんなで解決するます。そうだよ、人たちは仲間なんだよ。うん、仲間。ほら、スモモ様たちもこう言ってんだからさ、俺たちに話してみてよ。普通だったらこんなこと言われたら感動するところかもしれない。ただ小学生と金髪のお兄さんに言われてるこの不思議さから全く感動しないよ。まあ、私はみんなの圧に負けて全てを話すことになったんだけど、許せないます。そんなのひどいね。ひどすぎる。きっと中卒だからってみんな妬んでんだろうな。あ、いや、妬んでるんではないと思うけど。レオンくん、どうにかしてよ。よし、黄土色がどうにかする。え？ブルーも呼ぼう。そしてブルーオース。何この集会。そしてブルーって俺のこと？いいなあブルー。え、兄ちゃん、なんでいじけてんの？オード色とブルーにリーダーピンクから命じる。バイオレットをビッグな中卒にするべし。いい！兄ちゃん、戦隊ヒーローなんでしょ？それじゃショッカーだよ。あ、ごめん、つい。じゃあ、行くよ、和田ちゃん。え？行くって、どこに？俺もわかんないけど、きっと行けばいいことあるから行こうよ。ちょっと！健闘を祈る。またね、和田ちゃん。バイバイ。レオン君とマモル君に連れて行かれたこの日から私の人生は一変してしまった。なんでこんなことに。それはあの日レオン君と会ってしまったからか。そしてそれから数年の月日が流れたある日のこと、私の元に電話がかかってきた。やっほー、お姉ちゃん久しぶり。久しぶり。実家からも出てって何してたの？ちょっといろいろね。ああ、言いたくない理由があるのね。そりゃそうだよね。もう中卒のお姉ちゃんが働くなんて、体を売る仕事ぐらいしかないもんね。だから私に何も告げずに、家から出てったのか。何言ってるの？そんなことしてないから。いいんだよ。全部わかってるから。いや、だから。ああ、そんなことよりさ。何？私、結婚することになったの。おめでとう。ありがとう。相手はあのヒロよ。お姉ちゃんも会ったことあるよね。そうだね。実はヒロね、今とある会社の専務をしてるのよ。ヒロのお父さんの会社とかでね、将来ヒロが社長になる予定なのよね。そうでね、お姉ちゃんのこと結婚式に招待してあげるね。それはどうも。はあ、ご祝儀は全然気にしなくていいから。中卒で貧乏なお姉ちゃんから金をむしり取ろうだなんて思ってないよ。ご祝儀くらい今は払えるよ。いやー、言いにくいんだけどさ、体を売って稼いだお金で払われたくないんだよね。だからそんなことしてないって。まあ、とにかく来てね、待ってるから。そう言って妹の幸子からの電話は切れた。相変わらず私のことを見下してるんだな。正直結婚式に行きたくはない。ただあの子にとって私は唯一の家族だしな。今回だけは我慢して行ってあげるか。そして数ヶ月経ち、結婚式の当日になった。幸子のウェディングドレス綺麗だな。ん？ヒロさんが式中にこちらをちらっと見て笑ってきた。何なんだろう、なんか嫌な笑い方だったけど。そして式が終わり、披露宴会場に移ると、私の席どこだ？どうされましたか？私の席がないんですが、お名前を伺ってもよろしいでしょうか？佐田明子です。佐田明子様。あ、ちょっと新郎新婦に確認してまいります。ん？私の席用意されてなかったのか？でも幸子から招待されたはずなんだけど。ああ、お久しぶりですお姉さん。あ、ヒロさん。いや、マジで来たんすね。ん？どういうことです？招待状は一応送ってあげただけですよ。あんな仕事してるやつが結婚式に来ると思わないでしょう。あんな仕事？体売ってんしょ。あ、売ってません。きっと幸子が言ったんだろう。まあ、売ってても売ってなくてもどっちでもいいや。とにかくさ、中卒がこの会場にいるのが本当に嫌なんすよね。だから中卒のアホの席はありません。え、どうしたんすか？気でも狂った。こわ、やっぱり中卒の席なんて用意なんてしなくて正解だったわ。相変わらず最低なことが分かってよかったです。
私は帰ります。ああ、ヒロさん。はい。来年からよろしくお願いしますね。はあ、何言ってんすか。中卒のあんたと関わる機会なんてもうあるわけないっしょ。永遠にさようなら。それはどうかしら。じゃあ失礼しますね。私が帰ると幸子から LINE が入っていた。やっぱり私も中卒に来てほしくないと途中で思っちゃって。本当にごめんね。中卒で家族だと思われるの恥ずかしいからさ、と。これで心置きなく幸子と縁を切れるや。私はそっと幸子の LINE をブロックした。その1年後。社長、今日からよろしくお願いします。って、え、お久しぶりです。は、なんで中卒がうちの会社に。身売りして社長が変わるって話、お父様から聞いてないんですか。聞いてたけど、まさかあんたが社長だなんてことないっすよね。そのまさかです。今までどこにいらしたんです。あ、いや、この前まで海外旅行に行ってて。お父様はずいぶん甘やかしてたようですね。あなたほとんど会社に出社してないそうじゃないですか。そんなことより、あんたどうしてここにいるんすか。社長になったからです。来年からよろしくと言いましたよね。その社長になった理由を聞いてるんすよ。ああ、それは俺たちが頼んだから。和田ちゃんにこの会社を任せてみたかったんだよね。あんたらはもしかして鵜久森兄弟か、買い取ったのって鵜久森兄弟だったのか。そこまで知らないなんて。実はこの二人、そうは見えないけど経済界の大物。兄のレオン君は投資の天才で、人を見る目がずば抜けていて、有能な人材を引き入れ、自分の持っているいくつもの会社を大きくしてる。そしてその兄が持っている会社を敏腕な経営術でさらに大きくしたのが守くん。すっげー、守有名人じゃん。サインちょうだい。うわ、この T シャツにサインして。握手もお願い。兄ちゃん、兄弟って言ってるでしょ。兄ちゃんのことも知ってるみたいだよ。お、じゃあお互いに洋服交換する。兄ちゃん、なんでサッカーのユニフォーム交換みたいになってんの。鵜久森兄弟にこの会社を任されたってことすか。はい、そうです。なんでこいつなんかに。この会社すっごい中卒の人たくさんいるのにさ、妬んで出世させないそうじゃん。妬んで。いや、中卒は無能だから。いや、中卒はすげえぞ。俺なんかこの前やっと卒業できたんだから。え、兄ちゃん、バトンタッチ。よし、行け、マモチュー。うん、勉強ができるから有能なわけじゃない。まあ、アキコさんみたいに家庭環境のせいで勉強ができても中卒の人だっているし、大卒だって無能な人はいるし、中卒でも有能な人はいる。中卒だからって差別するのはおかしい。いや、それは。いいね、マモル。兄ちゃん、難しい話全然わかんないけど、いい感じ。兄ちゃん、ありがとう。それに、この会社のデータを見させてもらったけど、兄ちゃんの言う通り、中卒の人の方が会社に貢献してるんだ。よっ、守る日本一。兄ちゃん、お口、ミッフィ。オケワルスイさん。でね。あれ、ミッフィってあの夢の国にいるやつ。兄ちゃん、それはネズミさん。ミッフィはウサギさん。あ、ありがとう。ググったら分かったよ。兄ちゃん、じゃあ最初からググってよ。もう、何の話してたか忘れちゃったよ。ヘイシリー、何の話してた。わかんないって。もういいや。とにかく俺たちはこの会社に価値があると思ったから買った。そしてここにいる有能な人たちの強さを知り、その人たちの能力を活かせるアキコさんに会社を任せたんだよ。そうっすか。で、俺はそのまま働けんすか。あなた次第です。え、これからは大卒とか中卒とか関係なしに実力で全てを判断していきます。あなたが有能であるならば、きっと今の立ち位置にいられるでしょう。え、まあ案の定ヒロさんが有能だなんてことなく、子供のお使い程度の仕事もできなかった。そしてヒロさんは一気に平社員になり、窓際部署へ。あ、お姉ちゃん。何、ひどい、ひどいよ。何が。なんでこんなことするの。ヒロを降格させるなんて。私たちのことが嫌いだからこんなことするの。あんたたちのことは嫌いだけど、
それは関係ない。本当に仕事ができないから交換させただけ。そこは家族でしょ？助けてよ！私はもう、あんたのことを家族だなんて思ってない。あなたも、中卒と家族だなんて、恥ずかしいんでしょ？いや。じゃあ、私忙しいから。ちょっと待ってよ！その後、幸子とヒロさんはというと、専務だったことをいいことに、カードでたくさん買い物をしたり、車を何台もローンで買っていたり、豪邸や別荘もローンで買っていたらしく、それが払えず、借金を背負うことに。それでもお金があった時の生活が忘れられず、借金を重ね続け、ついに二人とも男性相手に体を売り、借金を返すことになったとか。ヒロさんはそっちの仕事が忙しくなり、会社から去った。私は実は数年前、レオン君たちに連れ去られた後、通信制の高校に通わせてもらい、海外の経営学部に行かせてもらった。その費用は全部二人持ち。レオン君、これは投資だとか言ってくれたけど、おかげで今、なんとか社長を務めることができている。レオン君、マモル君、本当にありがとう。二人のおかげで、人生が変わったよ。いやー、こちらこそありがとうだよ。あの会社を買いたいとは思ってたけど、社長を任せられる適任者がいなかったんだよね。アキコさん、ありがとうね。いや。ああ、兄ちゃん、そうだ。まだ中卒のこと、キスをしてないことだと思ってたの？この前、説明しなかったっけ？ああ、あれ、だって嘘でしょ。え？だって、エイプリルフールに守が言ったから。兄ちゃん、嘘じゃないよ。中卒は、中学卒業して、進学してないことだよ。ええー、エイプリルフールは、嘘しかつかない日じゃないの。兄ちゃん、そんなことはないよ。あれ、じゃあ、いろいろとまずいかも。その日の言われたこと、全部嘘だと思って、適当に流してた。兄ちゃん、うち帰ってから、いろいろ確認しよう。ああ。だから小学生の女の子たちが中卒とか言ってたのか。おう、それで中卒は誰のおかげでしたの？ああ、俺も聞きたい。え、それ聞く？もう、しょうがないから教えてあげるよ。レオンくん！師匠！え？リンちゃんと？兄ちゃん、それはまずい。ちょっと、最後まで聞いて。あれ、師匠、その犬は？ワンコだよ。近所のお兄さんから預かって散歩してるの。よしよし、ワンコ。うわっ！うわぁ、ワンコがレオンくんにチューした。え、チュー、これで俺は中卒だ。よっしゃー。犬？そう、俺のファーストキスはワンコだった。そう。何はともあれ、私は幸せだ。今は会社で、中卒や高卒の社員に、通信の高校や通信大学に通う際に、補助金を出したり、それ以外の資格を取りたい社員に、補助金を出したりしている。また、勤務形態もそういったことがしやすいよう、自分で選択できるようにしてみたりもした。そのせいか、社員のモチベーションは、以前より上がったようで、業績も順調に伸びている。いやー、仕事がないって悩んでた私が、まさか、こうして社長になるとは、思いもしなかった。うぐもり兄弟と出会えて、本当によかった。これからもあの兄弟のそばにいたいな。そして、レオンくんの中卒を。なんてね。よーし、仕事だけじゃなく、恋愛も頑張ろうっと。私は美穂。1歳の息子が生まれてすぐに、旦那を交通事故で失った、シングルマザー。そんな私は今、1歳の息子とデパートに買い物に来てるんだけど。ああ、よしよしよし。お腹が空いたのかな？それともおむつ？でも、さっき離乳食は食べたばかり、おむつも変えたばかりだから、眠くなってきちゃったのかな？よしよし。なかなか泣き止まないな。どうしよう。ああ。わかるよ、その気持ち。びっくりした。眠い時に寝れないのって辛いよね。俺も最近そうなんだよ。ねえ、お姉さん、この子の名前は？ヒデです。ああ、中田くんね。え、中田くん？中田くん、俺はレオン。ねえ中田くん、俺の話聞いてよ。実はさ、俺も寝れなくて悩んでて。何この人、ヒデに話しかけ始めた。
あ、でも、ヒデが泣き止んで真剣に話を聞いてるように見える。あのさ、寝れない時は羊を数えるといいって言うじゃん。羊。でね、中田くん、今、羊数えてんだけど。あ、スルーなの。羊が一人、羊が二人、羊が三人。あれ？ねえねえ、守る！なんだよ、兄ちゃん。羊って何？身分の高い人の家とかで、家事や、事務をしてくれる人だよ。ああ、おやすみ、兄ちゃん。そうか、そういう人を思い浮かべればいいんだね。ありがとう、守る。羊が一人、羊が二人。あれ？守る。守る！なんだよ、兄ちゃん。寝させてよ。羊って、どんな服装してんの？アニメとかではよく、塩ビ服着てるよね。実際はスーツらしいけど、兄ちゃん、おやすみ。起こさないでね。そうか、羊は、エビ服着てんのか。羊が一人。ねえ、守る！まあ、なんだよ兄ちゃん、いい加減寝かせてよ。あ、最後の質問。エビ服着てるってことはさ、羊の正体って、もしかして、ケロポンズ、エビカニクス踊ってんじゃない？エビバディエビカニクスで、エビカニクスで、エビカニクスで踊っちゃおうって。きっとそうだよね。塩ビ服だから。あー、歌ったら、眠くなってきた。おやすみ。え？嘘でしょ？兄ちゃん、寝たの？俺、兄ちゃんのせいで目が冴えちゃったよ！というか、なんで俺の部屋で寝てるのさ！兄ちゃん！もう、兄ちゃん、起きてってば！ってことがあったわけ。ねえ、中田くんはどうすれば寝れるようになると思う？あれ？今の話だと、弟の守さんが寝れてないような。ああね。その手もあるよね。それも試そうとしたんだけどさ、守るにダメって言われちゃって。ね、ケチだよね。赤ちゃんじゃないんだから、抱っこして揺らしたりしませんって言われちゃった。何？ヒレと本当に話してるの？しかも、弟に抱っこ頼むって、何？ああ、おっぱい？守るのおっぱい吸うのはさすがに。母乳出るかも。ワンチャンあるかも。ない！ないから！うわ、びっくりした。急に大声出さないでよ。ごめんなさい。でも、お姉さんのおかげで、ヒデに相談できてよかった。心がしっとりしたよ。すっきり。ありがとうね、お姉さん。あ、お姉さんの名前は？あ、美穂です。あ、美穂家ね。鷹の目なのか。あ、いや、美穂だって。兄ちゃん、こんなところにいた。あれ？守るどうしたの？元気なさそうじゃん。おかげさまで。弟さん、すごいクマ。本当に寝れなかったんだね。ごめんなさい。兄ちゃんが迷惑かけましたよね。ほら、兄ちゃん、行くよ。うわぁ、めんどくせえ。行こっか。あれ？ああ、やっぱ眠いのか。反町隆史さんの曲、ポイズン流すと赤ちゃんすぐ寝るって言いますよね。え、そうなんですか？らしいです。そして、私が YouTube で検索してかけてみると。あ、本当だ、寝た！あ、ありがとうございます。どういたしまして。兄ちゃん、早く行くよ。あー、眠い。あれ、兄ちゃん？嘘でしょ？兄ちゃん、起きて起きてよ！会議が始まるって！引きずるしかないか。もう！じゃあ、また会いましょう。そしてレオンさんは、マモルさんに引きずられていった。なんだったんだ、あの兄弟は。まあ、不思議とあの兄弟と話すのは楽しかったけど。よし、とりあえず買い物を済ませて帰ろうか。そして、私が帰り道を歩いていると。ああ、そこの人、ストップ！え、私ですか？そう、あなた。実は俺、YouTuber なんですよね。うん、はあ。知らない？ YouTuber マサ。
知りません。あっちゃ、知らなかったか。俺もまだまだだな。すみません。まあいいや。ねえ、撮影に協力してください。撮影？はい、ちょうど赤ちゃんを使った企画を考えてたんですよ。いや、私急いでるんで。そんなこと言わないで。お願いだから話聞いて。赤ちゃんにメントス食べさせてコーラ飲ませてみたって面白そうじゃないですか。何言ってるんですか？ああ、もちろん謝礼を払いますよ。10万円でどうですか？そんなのやるわけないでしょ。じゃあ20万、20万円でどう？無理です。いくらお金を積まれてもそんなことしません。チッ、つまんねえの。ああ、これだからエンタメをわかんないやつはダメだよな。もうあんたいいよ。さよなら。ああ、なんだったんだあの人は。YouTuber とか言ってたけど、赤ちゃんにメントスとコーラなんてありえない。本当に何を考えているのか。怖いな。あんな人が世の中にいるのか。なるべく関わらないように生きていこう。そんなことがあってから、しばらく経ったある日のこと。おお、中田くんとミホーク。あ、レオンさん。どうしたの、こんなとこで。珍しいじゃん。いや、公園にいるだけですけど、よく来てますよ。お、そっか。そういえばさ、中田くんにこの前のお礼渡そうと思ってたんだよね。え、お礼？お、中田くんのおかげで今毎晩ぐっすり眠れんの。いや、最高。眠れるって幸せだね。いや、あれは守さんのおかげだと思うけど。というか、元からぐっすり眠れてた気が。ねえ、中田くん何欲しい？あ、マジで？中田くん素敵やん。そういうの俺いいと思う。なんて言ってるんですか、ヒデは。へへー、内緒。あ、住所教えて。プレゼント送るからさ。え？兄ちゃん、急に住所教えてなんて怖いよ。あ、俺たちこういうものです。うぐもりグループの？嘘でしょ？この二人、あの天下のうぐもりグループを経営する、うぐもり兄弟？そんな風には全然見えなかった。その後、私はレオンさんに住所を教えて、家に帰宅した。一体、何をプレゼントしてくれるつもりなんだろうか。なんか、怖いな。ん？インターホンが鳴った。誰だろう？早速、プレゼントが届いたとかでは、ないよね。はい。おまわりさん？ああ、はい。警察官です。ほら、これ警察手帳。この人、どっかで見たような気が。気のせいかな。どうされましたか？心当たりありません。いや、全くありません。いや、しらばっくれても無駄ですよ。全部証拠は上がってるんです。何のことか、さっぱりわからないんですけど。息子さんのことですよ。息子？息子さん、いらっしゃいますよね。はい、息子はいますけど。お子さんが詐欺に関わっている可能性があります。え？息子が？ええ、詐欺グループの頭だとか。ありえないです。ありえない？だって1歳ですよ。詐欺なんてできるわけ。いや、でも確かにあなたの息子さんから被害を受けたという方がいらっしゃるんです。わけがわからない。ヒデが詐欺なんてできるわけない。だってまだ喋れないし。というか1歳だし。偽物のおまわりさんと少し疑ったけど、警察手帳を見せられたしな。なんてね。で、でれー、ドッキリ大成功。は？ドッキリ？はい、ドッキリです。赤ちゃんを詐欺の容疑で逮捕しようとしてみた。バズりそうでしょ。あなたはもしかしてあの時の？はは、思い出してくれました？ YouTuber のマサでーす。今撮ったやつ投稿させてもらうから。やめてください。絶対にやめてください。やめてほしい。はい、やめてほしいです。どうしよっかな。あは、じゃあ交換条件。交換条件？はい、赤ちゃんにメントス食べさせてコーラ飲ませてみたを撮らせてください。この前撮れなかったやつですよ。は、はい。あの後も探したんだけど、協力してくれる人がいなくて。ね、たまたまあなたを見かけて追ってきたんですね。いいでしょ。だ、ダメです。お、お子さんは奥にいるみたいだね。じゃあお邪魔します。は、か、
勝手に家に入らないでください。うわあ、危ない。え、うわあ、いい感じに潰せたね。うん、レオンさん、マモルさん、どうして。プレゼントは届けに来たんだよね。はい、そしたらその男が侵入しようとしたのが見えて、ぶっ潰してみた。悪人のオーラがプンプンしたからさ。で、何があったんですか。私はうぐもり兄弟に会ったことを洗いざらい話した。それはひどい。え、 YouTube でバズるためだ。仕方ないだろ。仕方ない。あなたがやったことは住居侵入罪、官名詐称、高記号偽造などです。逮捕は免れませんよ。それに赤ちゃんにあんなものを食べさせようとするなんてありえない。警察が怖くて YouTuber ができるかよ。怖くないんですね。そうだ、俺に怖いものなんてない。俺は何も恐れないぞ。あーん、わかりました。じゃあ知り合いの YouTuber とコラボしてくださいよ。は？ YouTuber と？ええ、その YouTuber とコラボした後にまた怖くないものがないか教えてください。どういうことだ。コラボしてのお楽しみ。きっと君の腐った心を治してくれるよ。素敵な薬剤師さんだから。薬剤師。そして、よーし、今日の企画はメントスとコーラなくなるまで帰れません。てめえにしはなかなかいい企画じゃねえか。どういうことだ。てめえ、赤ん坊にメントス食わせてコーラ飲ませて再生数稼ごうとしてたらしいじゃねえか。あ、いや、赤ん坊にやらせねえで自分でやりやがれ。逃げたら分かってんだろうな。噂組が全力でお前を追うぞ。噂組？薬剤師さんじゃ。俺たちが薬剤師に見えるか？よし、コーラ100リットル、メントス100キロスタンバイ OK。 じゃあ撮影スタート。お残しは許さねえかんな。残したら即東京湾行きだ。うわ、食べます、食べます。胃が痛い。助けて。はようせ。その後、その YouTuber は胃に大ダメージを受けて入院。なんでだよ、なんでこんなことに。ふざけるな。全部、あの兄弟のせいだ。誰のせいだって。いたんですか。怖いもの、今でもないですか。あります。あります。もう勘弁してください。反省してますから。このことを YouTube で喋ってやる。社会的に終わらせてやるよ。反省してないね。兄ちゃんがそう言うならそうだね。YouTube でこのことを喋ろうとしても無駄だよ。君のチャンネル消えてるから。ほら、見なよ。本当だ。どうして？ペイペイに LINE しただけ。まだ権力あるみたいだからさ。ペイペイって、もしかして。うん。Google のあの人。ちなみに、もう君は携帯なんか使えないよ。あれ、電波が、電話もできない。うん。携帯会社、いろんな会社のブラックリストに載ってるから。嘘だろ？本当だよ。もう、これからどうやって生きてくんだろうね。まあ、俺の知ったこっちゃないけど、子供をおもちゃにしようとするやつなんて、死ねばいいんだ。ああ、怒らせちゃいけない人を怒らせたね。知らないって。まあ、俺も激おこぷんぷん丸だけど。じゃあね。待ってくれ！その後、その YouTuber はかくまってくれと泣きつき、前科もあったため、刑務所行きに。うぐもり兄弟にされたことは何も言わなかったそう。いや、言えなかったみたいだ。出所後、うぐもり兄弟に会うことに恐怖するあまり、今話すことができなくなっているとか。出所してもこの世界に居場所はないだろうに、どうやって生きていくのだろうか。あの人にとっては刑務所が最後の楽園かもな。その後、結局これは何なんですか。え、マッサージ機。マッサージ機？大変だったんですよ、ここまで運ぶの。兄ちゃんがどうしても今日届けたいって無茶言うから、家電量販店から二人で運んできたんです。そ
そうだったんですね。でも、こうやってミホークと中田くんを救えたんだからさ、結果、ラララライじゃん。兄ちゃん、オーライね。ラララライは、お笑い芸人の藤崎マーケットさんのやつだから。ラララライ?ラララライ?ラララライからライからイケイケゴーゴー!おおー、いいね。中田くん、やるじゃん。将来一緒に M1 でよね。そういえば、なんでマッサージ機?ああ、それは中田くんが。俺はおっかに、いつも迷惑ばっかかけてる。だから、おっかを少しでも楽させてんだ。って言ってたからさ。何?そんな渋い感じで喋ってんの?この子。そうなのね。あ、そうだ中田くん。オセロやろうよ、オセロ。え?オセロ?ヒデと?兄ちゃん、ヒデくんとオセロすんの?おう、ヒデくんになら勝てそうな気がしてさ。よーし、初勝利を我が手に。兄ちゃん、ちょっと集中するから二人で隣の部屋行くね。10分後、隣の部屋の扉が開き、ヒデとレオンくんが出てきた。嘘だろ、負けた。え、兄ちゃん、どうやって一歳児に負けるのさ。というか、どうやってオセロやったのさ。今はなんて言ったの？まだまだだね。で、越前龍馬風に言ってた。ケニプリ?なんだかんだあったけど、一見落着なのかな。うぐもり兄弟本当にすごすぎる。将来ヒデがサッカーをやり始め、うぐもり兄弟が投資だと言ってヒデのサッカーを援助してくれたおかげで大活躍していくのはまた別のお話。そして毎年ヒデはレオンさんに M1 に出ようとしつこく誘われることになる。まあとにかく私は今幸せだ。ヒデとうぐもり兄弟と過ごせて本当に楽しいし、よーし、これからも楽しい毎日を過ごせるように頑張ろう。ねえ、いつまでうちにいるつもり?え、何急に。本当だよ、働かないでいつまでもだらけてるんじゃない、この底辺ニートが。底辺ニート?働いてるって。あら、在宅ワークとか言うんだっけ?そんなの底辺ニートと一緒でしょ?大した給料もらえてないんだし。いや、妹のカズハを見てみろ。毎日ちゃんと会社に行ってるし、うちにお金だって入れてくれてる。私だって入れてるじゃない。はあ?あんなのどうせ体を売って稼いだお金でしょ?え?そうだったの?不潔。でもそんなことだろうと思ってたよ。違うから。とにかくさ、あんた出て行きなさいよ。そうだ、いつまでもうちにいるんじゃない。わかった、出てく。やった!我が家のお荷物がいなくなるわ。やっとだね。ほら、早く出てけ出てけ。なんなのこの人たちは。ああ、ムカつく。私はリサ。カズハが就職するまでは、私が家に入れるお金を当てにしてたから、二人とも、お願いだからうちにいてくれって言ってたのよ。そういえば、両親は昔から、私を邪険に扱い、妹のカズハのことを溺愛していた。就職してからは、かなり優しかったけど。理由?それは、きっと私がお父さんの連れ子だから。優しくしたのは、結局金目当てってことか。ああ、本当にムカつく。その優しさを嬉しがってた自分にもムカつく。ああ!にゃあ。え?にゃあ?ちょっと、そこの姉さん。私?そうだよ、君しかいないでしょ。うお魚加えた、ドラ猫見かけなかった。ドラ猫?お魚加えた、女の子なら見かけたけど。本当に?うん。それだよ、ドラ猫。え?どっちに逃げたの?確か、あっちの方?ガー!もう見えない!逃げ足早いな。さすがスモモ様。何してんの?え?お魚くわえたドラ猫ごっこ。え?聞いても全然わかんないんだけど。スモモ様が持ってたやつ、お魚の形したポーチなのね。ああ。あん中に、俺の大事なもんが入ってんの。え?でも、昼までに取り返さないとまずいんだよね。
何が入ってんの？あ、会社の代表社員。昼から使うんだよ。あ、そんな大事なもの入れてるの？なんでよ。あー、それはね。ねえ、スモモさん。うい。俺、サザエさんの気持ちを知りたいんだよね。お魚くわえたドラ猫を追いかけるって、どういう気持ちだろうと思ってさ。お安い御用だ。知ってんの、スモモ様。さすが神様。何でもは知らない。知ってることだけ。でも、スモモは神。神の溝を知ることもある。教えてよ、スモモ様。うい。まずこのお魚の中にレオンがなくては困るものを入れる。なくては困るもの。やっぱり練り消しかな。あ、でもそれなくなっても困んないかも。たまごっちは、途中で死んじゃったら俺立ち直れないし。うわ、ほんと困る。間を取って、代表社員かな。ちょっと待って、練り消しとたまごっちの間になんで代表社員が入るの？ちょっとまだ話の途中だからさ。落ち着いて。はい。へへふー。それ、ラマーズ法だから。ああ、バカルディだった人たち。それは、サマーズでしょうが。まあ、そうポリポリしないでよ。カリカリ！もういいから、話の続き聞かせてよ。おう、わかった。でね。よし、スモモ様、魚の中に入れてよ。うえ。レオン、裸足になれ。おう、はい、なったよ。じゃあ今からスモモはドラ猫、レオンはサザエ、よーいどん。あ、靴履いたら繁殖。ちょっと待って。あ、でもこれでサザエさんの気持ちわかるかも。よーし、待てー。ということがあったわけで、サザエさんの気持ちわかったの？俺の目見て。涙目。ああ、陽気なサザエさんとか歌ってるけどさ、あれは他の人から見てだよ。サザエさんも涙目で追ってるはず。ああ。ひどいよね、みんな。あんだけ必死なサザエさん見て、陽気だね、なんて思うのは。いや、でも俺も経験するまではそうだったか。そんなこと言ってないで、追いかけた方がいいんじゃ？手伝ってくれんの？一言もそんなこと言ってないんだけど。にゃん。おい、行った！早く早く！おい、君の名は？俺だよ！私はリサ。おい、リザードンね。ねえ、火炎放射とか出せる？違うっつーの、リサ！ゴロニャ。うわ、リザードン！ほら、ドラ猫行っちゃうよ！行くよ！なんで私が！その後。ダメだ。なんてすばしっこいの？どうしよう。こうなったら、消しゴムで作るしかないかな。代表社員。無理でしょう。兄ちゃん。うわぁ、守る？俺、代表社員、なくしてないよ。弟さんなの？正直に言った方がいいでしょう。兄ちゃん、これは何かな？え？代表社員？どうやってあのドラ猫から取り返したの？パピコをあげたらすぐ返してくれたよ。さすが守る。やっぱり守るは頭いいな。頭いいとかの問題じゃないけど。兄ちゃん、それより代表社員なんて遊びに使っちゃダメだから。深く慢性してるよ、守る。兄ちゃん、反省でしょ。慢性は肉の慢性。あの赤い牛さんのお店ね。というか、間に合わなくなっちゃうから行くよ。ああ、めんどくせえ。行こっか。お、その人。私はリーサ。俺は守る。きっと取り返すの手伝ってくれたんだよね。兄ちゃんが、本当にごめん。いえ。じゃあまたね、リザードン。またね。そして、あの不思議な兄弟はどこかに去っていってしまった。あれ？私何かに怒ってたような。まあ、いいか。きっと取るに足らないことだろう。それより、レオンくん、サザエさんの気持ちが分かってよかったよね。それから、しばらく月日が流れた。私は家を出て一人暮らしを始めて、ノンストレスの暮らしを満喫していた。そんなある日のこと。インターホンが鳴り、誰かなぁと出てみると、そこにはお母さんが。リーサー、久しぶり！
リサじゃない。リザ、ん？あ、いや、何の話？実は、リサにお願いがあってきたの。お願い？お金なら貸さないよ。そんなんじゃないって。じゃあ、何なの？実はね、あんたの会社の福利厚生の雑誌をこの前見たら、高級旅館に安く泊まれるってのを見つけたのよ。確かに3万円くらいで泊まれるけど、それがどうかしたの？え？ 3 万円？あの雑誌より安く泊まれるのね。ラッキー。あれ、家族でも使えるんでしょ？行ってもいい？いや、私はあなたたちのことを家族だとも思ってないから。何よその言い方。何？この前のこと怒ってんの？あれは本当のことを言っただけじゃない。そうですか。とにかくあなたたちは家族じゃないので知りません。ちょっと待ってよ。ああ、本当に都合のいい時だけ利用しようとするんだから、もうあの家族とは関わらないようにしよう。それから数週間後、私の元へお母さんから電話がかかってきた。もしもし、リサ？なんのよ。あのさ、もし旅館とかから電話かかってきたら、死んだふりしといて。は？死んだふり？うん、そう。どうしてよ、なんでそんなことしなくちゃいけないの？え？理由？今からさ、私たち三人で例の旅館に行くの。え？旅館に？ああ、ニートは来ないでね。あ、はい？でね、福利厚生で行くのにあんたがいないのおかしいじゃない？だからあんたは死んだってことにするわけ。そしたらあんたがいなくても福利厚生使えるでしょ。何めちゃくちゃなこと言ってんの？ということで旅館楽しんでくるわね。ああ、そうだ、あと一つ言い忘れてた。何よ。クレジットカードだけ借りるわね。え？実家にあんたのがあったのよ。それぐらいいいでしょ。たまには親孝行しなさいよ。じゃあね。ひどすぎる。あれ、どうしたのリザードン。炎タイプなのに水鉄砲。兄ちゃん泣いてるんだよ。なんかあったの？いや、実はね。その後。いやー、高級旅館に3万円で泊まれるとか、あの子もたまには役に立つじゃない？本当だな。いやー、一応育ててよかったな。本当にラッキー。お待ちしておりました。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？ああ、木村です。木村様。うん、リサ様は？実はリサは他界しまして、リサの家を持ってきたんです。リサ、生前ずっとこの旅館に来たいと言ってたので。泊めてもらえますよね、3万円で。ああ、社長がいないんですね。なら通常料金の100万円です。は、はい？何言ってるんですか？それはこっちのセリフですよ。わざわざ喪服まで着てきて何ですか？それに社長はすでにチェックインしてますしね。あ、いや、どういうこと？社長ってなんだ？あら、ご存じない？リサ様は当旅館のオーナーなんですよ。え、お姉ちゃんが？何の冗談？冗談なんかじゃないですけど。うん、私ここのオーナーだよ。え、リサ、なんでここに？リザードンの家族悪臭するよ。どっかのカスカベのお父さんの足ぐらい臭い。絶対役員。兄ちゃん、けなしすぎ。いいのよ、本当にそうだから。え、君たちはうぐもり兄弟。何、うぐもり兄弟って？知らないのか、天下のうぐもりグループのうぐもり兄弟だ。え、あの、なんでお姉ちゃんなんかと一緒に？え、聖地巡礼してんの。聖地巡礼？あ、サザエさんの気持ちもっと知りたくてさ、オープニングで出てくる観光地巡りしてんだよね。で、この長野のこの旅館が拠点にちょうどよかったから買ったの。でもさ、俺旅館経営なんか興味ないからリザードンにあげたんだよね。そう、そんな理由でレオン君は私に旅館をくれた。
守るくんまでリサさんなら大丈夫とか言って、だから以前の会社はすでに辞めている。ここの経営で忙しいから。で、今聖地巡礼のためにこの旅館に泊まってるってわけだ。まあそういうことですよ。全然わけがわからないわ。別にわかんなくていいですよ。ほら兄ちゃん、リサさん、聖地巡礼しに行こっか。あ、待って、お魚取られる準備はまだできてない。兄ちゃん、旅先でまでトラブル起こさないで。でもそれじゃあサザエさんの気持ちが。大丈夫、オープニングでサザエさんもドラ猫追っかけたりはしてないからさ。それもそっか。ほら兄ちゃん、行くよ。ああめんどくせえ、行こっか。あ、ちょっと待ちなさい。あ、でもお母さん、いいんじゃないか。え、何がよ。あ、そうよ、別に100万円でも問題ないじゃない。どうして？お姉ちゃんのクレジットカードがあるでしょ。ああ、そうだった、すっかり忘れてたわ。はい、じゃあ泊まって合流できるわね。そういうこった。最高ね。そして翌日。ああ、満足満足。いやー贅沢したな。料理もかなり追加で注文しちゃったもんね。120万円となります。はい、クレジットカードお預かりします。お客様？どうしたんですか？このクレジットカード使えませんが。え？期限切れてますよ。嘘でしょ？本当です。どうしよう、誰かお金ある？クレジットカードでもいいわ、私今月使いすぎてもうカード使えない。いや、ないな、俺もカードはもうダメだ。私も。困りましたね。それでは警察を呼ぶしか。逃げるが勝ちよ。そうだな。うん。わあ、ドラ猫見に行け。捕まえちゃった。飛んだドラ猫ね。話して、話してよ。お願いだから、話して。私がお母さんとの電話の後泣いた理由、あれは笑い泣き。考えがあまりに浅はかで。クレジットカードの期限切れを置いていってしまってたのは気づいてたけど、わざわざ取りに帰るのも嫌でそのままにしてたんだよね。しかも福利厚生、私が死んだ体なのに使うつもりだったなんて。そもそもその会社退社してるし。その後両親と和葉はというと、もちろん警察に捕まった。三人ともクレジットカードのリボ払いなどでかなりの買い物をしていたらしく、旅館の支払いと合わせて借金を背負うことに。実は私、実家に住んでいた時、結構家にお金入れてあげてたんだよね。私が実家を出てからも、三人とも以前と同じようなお金の使い方をしていたから、こうなったんだろう。そして、三人は、どこかに消えた。そして、私たちはというと。これがクマモンか！すっげー！でっけー！これが変身して、クマモンになるってわけでしょ。信濃鉄道六門ね。兄ちゃん。トランスフォーマーじゃないんだから。クマモンだと別の地域になっちゃうし。おー、細かいことはいいじゃん、大体一緒でしょ。レオンくんは大雑把すぎんのよ。で、次どこ行く？やっぱり上高地のカッパ橋だよね。いいけどさ。ねえ、そういえばなんで虫取り網と虫かご持ってきてんの？あ、なんでって、カッパ捕まえたいからだよ。カッパ？おう、師匠に約束したんだ。お土産にカッパ取ってくるって。師匠？うん、小三の女の子。うん、そう。おう、意外なリアクション。今さらレオンくんのことで驚いたりしないわ。リサさん、すごいね。うわ、いたー！いたー！え？カッパいたの？おう、三匹、三匹いる！でも、やばい、ピンチだよ。カッパって水タイプでしょ。こっちには炎タイプのリザードンしかいないもん。うん、私のことだろうね。守るエモン、四次元ポケットからピカチュウ出して。兄ちゃん、ぐっちゃぐちゃ。あ、やばい、カッパたち逃げる。こうなったら三大疾病タイプの俺が行くしか。兄ちゃん、なんで保険みたいになってんのさ。って、どこ行くの？待てー、カッパー。
ん？なんかいる？カッパ？うわあ！うわあ！何よ何よ！あれ、お母さんたちだ。あ、本当だ。お母さんたち、カッパ橋でホームレスしてたみたい。まさかだよね。とにかく、これで一件、落着？ああ、いや、私これから旅館の経営頑張らないといけないんだった。もう、なんで私がこんなことに？この時は、そう思っていた。だけど数年後、私が経営する旅館は、日本で一番有名な旅館となる。まさかレオン君と守君、私の才能を、見抜いてたの？とにかくよくわかんないが、こうして私の人生は大きく変わった。二人に感謝だよね。今充実してるし、今頃何してるんだろう。レオン君と守君。リザードン！桜新町行こう桜新町！え？レオン君？サザエさんの聖地だよ！東京の世田谷の桜新町、行きたいんだってさ。付き合ってあげてくんない？まあ、しょうがないわね。これからも二人といろんなところに行けたらいいな。よし、ここも以上なし。あ、何今の音。守の部屋からだ。もしかして侵入者。そっとそっと、うん、うわ、敵襲だ。兄ちゃんどうしたんだよ。明日早いんだから寝かしてよ。守はどこ？もしかして食べられちゃったのかも。守を返せ。うわー、やめて、兄ちゃん痛いって。俺だよ、守は俺だよ。え、守、よかった、助けられたんだ。なんだよ、なんだったんだよ兄ちゃん。それにその格好は。あー、それ聞いちゃう。俺ね、自宅警備員になることにしたの。え？テレビで見たんだよね、今自宅警備員に憧れてる大人が増えてるって。つまりあれでしょ、それだけ家に敵が来る可能性があるってことだよね。俺、守のこと守りたいから今の仕事辞めて自宅警備員になることにしたんだ。ちょっと兄ちゃん何言ってんの。やっとさ、転職を見つけられた気がするよ。俺、天国の父さんと母さんに守を守るって約束したし。父さん、母さん、俺やっと二人との約束果たせそうだよ。兄ちゃん、父さんも母さんも天国で泣いてると思う。おお、嬉し泣きってやつか。ああ、悲しい方。俺は守、22歳。こんな不思議な兄ちゃんと一緒に暮らしている。兄ちゃんはこんなんだけど、すごいんだ。いろんな才能があって、俺は本当に兄ちゃんを尊敬している。そんな俺は明日から新入社員として、とある大企業の子会社に就職する。だから、早く寝たいんだけど。おう、守も自宅警備員になる。兄ちゃん、父さんと母さんをこれ以上悲しませたくない。そして翌日、久森守です。よろしくお願いします。おいおいおい、新人くん、君なんだ、あのアメリカのいい大学出てるんだろ。あ、いや。なあ、めちゃくちゃ活躍してくれるんだよな。期待しちゃっていいんだよな。頑張りたいとは思います。いや、頼むよ。我が社の命運は君にかかってるんだから。はあ、みんな期待してるからな。うわぁ、だいぶハードル高いな。まあとにかく頑張ろう。じゃあまず久森くんにはこの仕事をやってもらおうか。はい、わかりました。やり方を教えてもらっても。おいおいおい、久森くん何を言ってるんだい。え、優秀な君ならそんなのわかるだろう。いや、さすがに初めての仕事なんでわかりません。はっはっは、それはアメリカの大学で学んできたアメリカジョークかね。いやー、面白いね。いや、アメリカンジョークとかではなくて。いいから、やってくれたまえな。その後課長にいくら聞いても、あー、久森くんのやりたいようにやってよ、俺たちの頭の悪いやり方に合わせなくていいからさ、そんなことを言われて取り合ってくれない。周りの社員に聞いても同じような反応だ。仕方がないので過去の資料などを見ながら、俺はなんとか自力でその仕事を終わらせた。課長、できました。おー、もうできたのか。さすが優秀な久森くんだ。どれどれ。ち、え、今舌打ちが聞こえたような。あー、なんでもないよ久森くん。
いやー、完璧、完璧だよ。火の打ちどころがない。本当に素晴らしい。ありがとうございます。みんな、ひさもりくんを見習えよ。いや、大げさですって。私なんて皆さんに比べてまだまだですし。この調子ならまだまだいけるよな。じゃあこれ全部頼むぞ。すごい量ですね。お、ひさもりくんなら余裕だろ。期日はいつまでですか？今日。え？だから今日だよ。この量ですか？そうだよ。さすがに私一人でこの量は。ああ、そんな謙遜しなくていいんだよ。ひさもりくんならこの量を3時間あれば終わらせられるだろう。できませんよ。ああ、また例のアメリカンジョーク？違いますよ。案の定、俺が何を言っても課長は聞き入れてくれなかった。部長にも相談してみたんだけど結果は一緒。優秀なひさもりくんならできるでしょって片付けられてしまった。どう、ひさもりくん、そろそろ終わりそう？まだ2割程度しかできていません。え？嘘、何？もしかして無能な俺たちに合わせてくれてるの？ああ、いいよいいよ、そういうのは。違いますよ。今日は俺帰るからさ、きっと月曜日には完璧なものが仕上がってるよね。そうだよね。じゃあ楽しみにしてるよ。今日は金曜日。これはアンに休日出勤しろって言っているんだろうな。はぁ、とんでもない会社に就職してしまったな。そして翌日、おはようございます。え？俺が出社すると管理職以外ほとんどの人がオフィスにいた。ああ、ひさもりくん、おはよう。あ、佐々木さん、おはようございます。昨日は本当にごめんね。うちの管理職たちさ、優秀な新人に毎回あんな態度とんの。それで私たちにも同じように振る舞うように圧力かけてくるんだ。え？ほら、優秀な人がいると無能な自分たちの立場が危うくなるじゃない？だから優秀な人が自分から辞めたくなるようにこんなことするのよ。で、会社に残ってるのは結局私たちみたいな平凡な下っ端と無能な上司だけ。無能な人ほど出世する仕組みだから、ご覧の通り、その尻拭いを私たちはさせられてるの。ひどいですね。でしょ？でも、ひさもりくんのような優秀な人はどんどん転職していけるけど、私たちみたいな平凡な人間はこんな会社でもしがみつくしかないのよね。ああ、やってらんないわ。と、そんな愚痴ばっかり言ってる場合じゃなかった。仕事仕事っと。ああ、土日ならいくらでも仕事のことを教えられるから、遠慮なく聞いてね。はい、この会社がここまで腐っていたとは。ああ、ただいま。兄ちゃん？あ、マモル、俺は寝てないよ。寝てない、決して寝てないよ。何してんのさ。自宅警備員。まだやってたの？自宅警備員がこんなに辛い仕事だとは思わなかったよ。24時間勤務だよ、24時間勤務。すっごいな、この世で一番大変な仕事ってお母さんだと思ってたけど、自宅警備員もなかなかきついわ。ほとんど寝れないもん。それ、お母さんに失礼。でも、あれか、確かに自宅警備員を真面目にやろうとしたら、めちゃくちゃ辛いかも。それより、守るどうしたの？何が？疲れてそうだけど。兄ちゃんの方がやばそうだよ。兄ちゃんいいからもう寝なよ。ああ、寝てた。兄ちゃんにもわかるぐらい疲れた顔してんのか、俺。まあ、正直しんどいもんな。こんな日常が続いていた、ある日のこと。ひさもりくん！はい。これ今日中にやっといてよ。俺のパソコン最近調子が悪くて作業できないからさ。俺の分の仕事も頼むわ。叩けば治るかな。またえげつない量。でも断らせてはくれないんだよな。わかりました。ひさもりくんなら一瞬で終わらせてくれるよね、きっと。ああ、そうだ。何でしょうか？そろそろ初めてのボーナスが入るんじゃない？ひさもりくんはボーナス何に使うの？親御さんにプレゼントとか？そうですね、うちは両親がいないので兄に何か買おうと思います。おー、そっか。でもさ、ひさもりくんのボーナス5円だよ。え？5円？うん、5円。いやー、正直ね、ひさもりくん大した活躍してくれなかったんだもん。もっと期待してたんだけどね。君の働きには5円の価値しかなかったってことだよ。5円は、さすがにひどすぎませんか？
何、優秀だとそんな風に上司に意見もしちゃうわけ？でもさ、そういう文句言うのは結果出してからにしてよ。今日中にお願いって言った仕事、一度もその日中に終わらせてくれないじゃん。あの量は一日じゃ無理です。いやいやいや、確かに常人なら5日かかる量だよ。でもさ、久森くんはスペシャルだから、常人の働きを期待してるわけじゃないんだよね。ということで、正当に君の働きを評価してご縁です。わかりました。あーはー、理解してくれる。さすが久森くん。辞めます。え、この会社辞めます。あっじゃあ、やめちゃうの、久森くん。残念だな、残念だよ。でも、そういうことならしょうがないね。今までありがとう、久森くん。ニヤニヤ。俺が辞めると言ったら、課長とっても嬉しそうな顔をしていた。ボーナス5円はさすがにひどすぎる。まあ、ボーナスがどうであれ、今日中に俺は辞めるつもりだったんだけどね。ただいま。うつらうつら。はっ！お、俺は寝てないよ。兄ちゃん、いつまでやってんのさ。いや、だって守るばっかり働いてて、俺が何にもしないのも。兄ちゃん、俺会社辞めてきた。ああ、お、じゃあ俺も卒業か。そして翌日。エリートを蹴落とすってのは気持ちいいな。久森くんなんか本社からの推薦で入ったエリート中のエリートだからね。みんなおはよう。って、誰もいない。何にもない。何がどうなってるんだ社長。これは私にもわからん。ああ電話だ。もしもし。課長、久森です。なんだね、久森くん、今忙しいんだ。辞めた人間と話してる場合じゃ。ああ、そりゃ大変ですよね。弊社の備品はすべて回収しました。ああ、ちなみに社員さんも。え、どういうことだ。だからすべて回収したんです、うちの会社が。うちの会社？はい、その会社の備品すべてうぐもりリースのものなんですよ。リースしてる物品をすべて回収させていただいたってことです。ちょっと待って、なんで君にそんなことが。うぐもりリースと君に何のつながりがあるんだね。ああ、実は久森って偽名です。俺うぐもり守るって言います。うぐもり守る、うぐもり守るって、もしや。申し訳ありませんでした、申し訳ありませんでした。うー、底辺だ、侵入者だ。うー、撃たないで。兄ちゃん、ストップ。でも守る、腐った牛乳の匂いがするよ。この人たち絶対に悪人だって。あは、兄ちゃん正解。失礼な。あ、いや、何でもございません。でもまさか久森くんがあの天下のうぐもりグループの副社長だとは。なんでそんな方が我が社に。うちの新事業のリース会社で貸し出してる物品がどんな風に使われてるか実際に見たかったんです。だから弊社の親会社に頼んで身分を偽って入社させていただきました。ああ、あの、それで我が社の社員たちはどこに。ああ、それならうちの新しい会社で働いてもらってるよ。その準備に時間かかっちゃってさ。でも君んとこに貸してたリース物品そのまま入れたから、オフィスの準備楽だったよ。困ります、うちの会社が回らなくなるじゃないですか。リース物品も社員もお願いだから返してください。え、どうして。見てたら管理職の皆さん、リース物品も社員の皆さんも大切に扱っていませんでしたよね。なんでそんな人たちに大切なリース物品と社員を返さなきゃいけないんですか。あ、いや、大切に扱います、大切に扱いますから、だから返してください。あ、じゃあ人を貸してあげますよ。本当ですか。はい、兄ちゃんを。あ、レンタル兄ちゃんになんの俺。それはどういうことですか。兄ちゃんを貸しますので1ヶ月社長をやらせてください。その条件でうぐもりグループに来た社員も物品も貸し出します。それでどうですか。1ヶ月後には私が社長に戻るということですか。ああ、はい。お、それならいいですよ。実力があればね。うう、今なんと。なんでもないです。こうして兄ちゃんを1ヶ月貸し出すことに。わーい、みんなおはよう。じゃあまずは俺とフリートークね。はい、社長さん、この会社をどうしたい。すごい会社にしたいです。
なるほど。課長さんは？他社に負けない製品作りよ。うん。じゃあ、具体的にどうやってやんの？それは、コストパフォーマンスを最大にして。ごめん！俺アホだからさ、具体的に言ってもらわなきゃわかんない。将来のビジョンを考えて。だからさ、わかんないよそれじゃあ。お客さんにもそうやって説明すんの？それじゃあ顧客はどんどん離れていくよね。あ、いや、とりあえず君たちは営業！ちゃんとわかりやすい言葉で説明する練習して。佐々木ちゃん！あ、はい。佐々木ちゃん、今日から課長ね。ちょっとそれは。あ？なんか問題ある。年齢的に佐々木は。年齢なんて関係ないよ。仕事ができる人が上に立つべきでしょ。佐々木ちゃん、この人たちにお仕事教えてあげて。兄ちゃんによって、あの会社は大改革され、人事が大幅に変わった。管理職は全員平社員になり、代わりに平社員だった若手が管理職になった。元管理職が平社員になった瞬間、さらに無能っぷりが発覚して、元管理職のプライドはズタボロ。一ヶ月経ちました。私を社長に戻してください。え？戻さないよ。え？佐々木ちゃーん！はい。佐々木ちゃん、今日から社長ね。は？ちょっと約束がおかしいです。俺は約束した覚えないけど、株主も納得してくれてるよ。第一、営業で一件も取れない人を社長に戻すわけにはいかないでしょ。元課長さんも同じくね。ああ、そうだ。君たちの今月の給料。え？1円。おかしい。1円だなんて。おかしい。守るにもそうしたんでしょ。君たちの能力に見合ってると思うけど。そんな。ってのは冗談で、給料は全部君たちがパワハラしてた社員さんたちに慰謝料として振り込んでる。君たち裁判を起こしてもバックレそうだからさ、慰謝料払い切るまで辞めさせないから覚悟しよう。どれだけの期間ただ働きしなければ。なんでこんなことになったんだ。こうして兄ちゃんを貸し出したことでこの会社は大きく変わった。レンタル兄ちゃん流行らせてもいいかもしんないな。あー疲れた。兄ちゃん、俺しばらく休むからね。ずるい。兄ちゃんも休みたい。自宅警備員ってハローワークだったんだから。ハードワークね。ハローワークでも自宅警備員の求人は出してないよ。でもさ、これでまたうぐもり兄弟揃って面白いことできんじゃんね。そうだね。今度は何しよっか。兄ちゃんとならこれからも面白いことたくさんできるだろう。これからの人生ワクワクしかない。ああ、明日が来るのが楽しみだ。